はい、どうも、クレス。今回もモダンウォーフェアやっていきたいと思います。またこのマップですね。なんか同じマップ連続で来ることも珍しくはないような気がするんですけど、気のせいですかね。まあ嫌いなマップではないね。別にいいんですけど、動画的にね、なんかまたこうやってんのかってなるんで。あらら。なんかね、当たったと思った球が当たってないっていうのがよくありますね。もう判定が、まあそういう判定下されたんで、仕方ないですけど、あそこ行けるんか。待ってたね。多分開幕から待ってたのかな。結構序盤で死んだから。え、どこだ？あ、家の中から来たのか。まずいな。どうしよう。どうしようこれ。どうしましょう。こっちまで来るかな。これ待ってたら。めっちゃ足音聞こえるけど。一旦閉めときますか。なんか嫌な音が聞こえるよ。足音も聞こえるし、どうしよう。しゃ、あー終わった。俺死んだ。多分死んだ。敵が寄ってくるぞ、これ。あれ、味方来てるから大丈夫かな。ああ、ダメだった。あそこが一番好きですね。ベータ版でもあった、なんとかヤードのマップが一番好きかな。あそこが一番、ゲーム的に面白い気がするんだけど。ドミネとかはよくわかんないけど。チーレスはとりあえず、それがいいような気がする。今回あまりね、ちょっと調子が良くないので、どうしようかな。あまりやんなくても。今日平日なんですよね。なんでそんなに、そんなにね。くそ、めっちゃ外した。今ならこっちから行けるか。あ、くそ。なんか調子いい試合がね、1試合ぐらいあってもよかったんだけど。全然ですね。カフェって今のとこかな？まだ急な気づけない、そこに。ナイス。ナイス。セメテックスかな、今の。めっちゃやられてるな、やばいな。敵のケアパッケージの敵
マジでバレてないの？え？どうなった今。今絶対あの人にはバレたと思ったんだけど。めっちゃ必死に動いてたよ。びっくりした。ナイス。ああ。行くか。めっちゃいそうだけど。おお、なんでだ。なんで当たんないんだろう。うまくいきませんね。あ、後ろ。ああ、ちょっと遅く行けばよかった。あ、今の当てれてもよかったな。本作の中でね、ショットガンが非常に強いっていう噂を聞いてるんですけど、なんかやたらね、射程の広いショットガンはあったって記憶はあります。あれ、通り越した来たか。あ、くそ。腰打ちでいけたかなと思ったけど。あやべあやべ。当たらないね、うまく。ナイス。お、ナイスナイス。やったやったやった、ラッキーラッキー。どこやって、ここか。どこかと思った。かなり危ない状況。オッケーオッケー、いないね。まだその UAV が使え、無効になるパークつけてる人が少ない。少ないんでね。今のもったいないな。結構 UAV にはほぼ全員映りますね。多分今は全員映ってんじゃないかな。上か、ここから上行くあれなかった階段。ないのか。あ、ミスター、自殺。ミスター。もう綺麗になった、綺麗になった。ラッキー。今作ね、なんだろう、このマップは広いわけではないですけど、やたら時間切れになるね、マッチが多いかなっていう印象は、多分やってる方は特にあると思うんですけど。そこにいたのか。結構多分みんな時間切れになりませんか？シリーズでこんなにね、時間切れになるのが、リスが悪いのかな。マップ広いんだったら分かるんですけど、ここそんなに、すごい広いわけではないんで、
別に問題ないと思うんですけどね。いた。死んだし。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、じゃあさよなら。